とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はランダム報酬タワーやっていきましょう。今シーズン、難しいかもしれない、特にラスト27、28、29、まあ序盤もね難しいには難しいんだけども、やっぱ最後はきつそうだよね。うん、まああそこを、まあ、どうクリアするか、まあ、装備次第ですけども頑張っていきましょう。よし、こいつなんだよね、強いのが。ひるまない、 OK、 待て、 OK、 いい。1回は本当ね要注意です。1回で結構やられるっていう人も多いんじゃないかな。よし、いきます。3、ランダム報酬タワーは、サイコロを振ってアイテムを取っていきます。あ、3か。1、2、3、4、5、6の順番ですね。で、6番はなし、何かしらアイテムを取っていきます。3で刀ね。火力は上がったけども、そうね、厳しいな火力。あ、いや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 、うん、意外と余裕かも。うん、結構余裕に戦えるかもしれない。いやでもこれ、この遠距離をね攻略しないとどうしようもないんだ。 OK、 アイテム出てきてくれれば嬉しいね。 OK、 あ、もう十分、こんだけアイテム出れば問題ない。うん、でしかも刀のこの火力ね十分です。余裕、いきまーす。2、いらんないや使わん、使わんけども、まあ序盤で矢がある程度増やせるっていう、あーもったいねならばいいかな。うん、矢が増えるならいいでしょう。ちょっと待って、エンチャント入れるか、特にないんだよな。エイリー入れてちょっとでも火力を増やしていきましょう。で、回復手段があまりないので極力虚無は使わないようにね行こうかな。あ、いやでも火力これあるから全然余裕だわ。うん、ついてるから火力が十分なんだよね。めちゃくちゃいい。 OK、 あ、意外とこれ最初に取る刀これありだよ。強い強い強い、いきます。6、やり直し、いきます。1番。おお、まあまあまあ、ドラは取れなかったけどもいいんじゃない。クールダウンついてるし、でもまだアーティファクト出てないのでつけません。危ない危ない危ない、食らわないでね。あ、もったいないなー。あー、オッケーオッケー、アイテム大切にしていこう。で、矢は極力使わないようにね。うん、あとあときつくなりそうなんで、矢は結構節約していきます。いいね、 OK、 うん、回復アイテム結構出るんで問題ないですね。終わり終わり。では矢を取って、
きましょう。オッケー、回復全然あるんで余裕だね。いいねいいねいいね、よし。あ、もったいなかった、もったいねえ。いや、一発使っちゃった。いきます。4。いやいや、アーティファクトは出たけど、もうショックパウダーか、いらねえな。ちょっとあの癖で弓をちょっと使おうとするんだよね。そこをちょっと気をつけていかないと。もったいない。ナイスナイスナイス。ショックパウダーもう、まあ、もう悪くはないんだけどね。もうちょっと長時間拘束してくれれば嬉しい。まあ十分か。あー全然止まんなかった。え、終わり？これおしまいか。あそこね、危ないよ。いや倒しきれないんかい。はーい、いきます。5。グレイブグレイブ、まあまあまあ、エンチャント何よろしくないね。あーまあまあ、うん、危ねえ、危な、落ちるとこだった。まあ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 、うん、この雲を吐きながら遠距離で攻撃していく感じね。ああまあまあ、今取った装備なんで火力はまだありますよ。これもですね、危ない危ない危ない、ポーションはギリギリまで我慢しよう。オッケー、結構回復した。オッケー、これぐらいあれば。ちょっと待って、あいつずるくない？よし終わり。はいはい、まあまあまだ全然いけますね。4。あー防具欲しいなあ。でもまあ弓は使えるやつにはなったけども、そうね、あーいや、うんうん、使える使える。 OK。待って、おオッケー、いいんじゃないですか。落ちろ、ナイス。いやクロスボウ強いぞこれ。あエンチャントがいい、もうエンチャント素晴らしいよ。いい感じにダメージ与えてくれてる。オッケー、ナイス、いいと思います。いきます。4。あ、うん、悪くないよ、悪くない悪くない。エンチャントはまだポイント溜まってないね。あちょっと怖いな。いや、いや、ちょっと待て、やばいやばいやばい、これちょっときついかも。もう火力がない。 OK ナイス。お待て待て待て、嘘嘘、ちょっと待て待て待て、ジオマンサーうっといなこいつ。まず倒そう。よし、ナイス、
地雷全然使ってなかった。よし、いきます。1、地雷が意外といい感じなのかもしれない。おーし、来た。いやでもどうだ、エンチャントよくねえよ。いやよくないな。あー凶暴化かなと、あと激光も入れちゃいますか。ちょっと待てよ、ちょい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 、この攻撃で。よし、ちょっと待って待って待って、オッケーオッケー、待って、うわー最初のラッシュがなかなかきつかった。でも終わりか。よし、いやいや凶暴化入れてよかった、危なかったよ。2、あーまあ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 、いやあんま良くないぞ。追い、そうね、まあまあ追い打ちにしとくか。いきます。あ、ちょっと待って、激光をちょっと多めに入れます。あ、いった、ちょっと待って、ちょいちょいちょい、やばいやばいやばい、ミスった、思いっきり食らっちゃった。あ、いやショックパウダー意外といい、ショックパウダーが意外と役に立ってくれた。あぶねえ、あぶねえ、この爆発に巻き込まれたら相当食らう。よし、オッケーオッケー、こっち側はまあまあそう強いやつもいないんで大丈夫でしょう。いやいやでも、うーん、手数これ必要なるな、なかなか厳しい。危ないぞ、倒しきれてないよね。うえい、いいんじゃないっすか。いきます。3、なんだ、まあ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 ね、ゴーレムか。ちょっと待って、防具もユニークだから、じゃあこれ武器上げる気はないよな。あー、なるほど、よろしくはないけど、でもボスはいけるでしょう。うん、ボスは大丈夫そう。ゴーレムは出さんどこうか、ちょっとゴーレム出しちゃうとたまに変な動きするんで、ちょっとゴーレムはやめときましょう。 OK、 いいね、うん、地雷でそれなりにダメージ与えれるんで大丈夫。俺もそっちかい、全然大丈夫だね。いきましょう、倒せるかな、ここで。よし、オーケー。いやー結構反射ダメージをもらいやすい、手数多いやつだと。でもまあまあまあちょびっとしか食らわんからいいか。できれば次で倒しきりたい。
よし、ナイス。いやドラがないからダメージが微妙すぎる。ドラあればね結構ゴリって減らせるんでしょうけど、まあ、ないので仕方ない。次で終わらせる。ほい、ナイス、いきます。6でやり直し。3 まあまあまあね、いきましょう。これいやパワー上げりゃよかった。いやちょっとここきついぞ、ここここきつい。いやちょっと待て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 、ここきついな。危な危な、ここちょっときついな。あっちにもまだいるんで、オッケー。もう地雷とかがもうすごいいい感じ。あ、で、あれかスパイダーだから結構回復するんだね。あとこっちだ。おお、弓もなんか強いからいいよ。4 あ、でもまあクロスボウがクロスボウになったっていう感じですね。ちょっと待って、ええんちゃえんちゃ。いやよくねえなー。いやパワー上げたところでだもんね。行くぞ。オッケー。いやいやいや、貴族性のあの徐々にダメージが結構強かったんでちょっと残念だけども大丈夫ね。ちょっとゴーレム、お前そこで戦うと良くないって。オッケー。いやでも全然余裕だよ。もう全然余裕で倒してる。あっ、船めちゃくちゃ減った。余裕です。なんかいい感じの装備なんだろうね。1地雷いいんじゃない、いいんじゃない。まあまあそれなりのダメージっていう感じで、まあ、乱戦だったらば、うるっそクリーパー見えてなかった。いや完全に見えてなかったわ。もういや普通のゾンビかと思ってた。もう思いっきりクリーパーにやられたな。 OK。 いやいや今のはまあまあまあ仕方ないよ、見間違え。よし、でスパイダーがもう耐久力がないね。うん、ちょっとスパイダーの耐久力をなんとかしたい。いや防具のね。3。いやー違う、これじゃない。まあ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 ね、弓の火力は上がりましたよ。ビーストバーストも違うぞ。え、これどうしよう。いや雪玉だわこれだったら。うん、雪玉の方が多分使える気がする。落ちないでね。あいって大丈夫、全然まだまだいけます。多分ね、あの最後の方には
このゴーレムがいてよかったってなるはず。いいです。あ、この雷じゃ向こうまで届かないか。 OK OK OK、 稲妻のやつは役に立つね。いい感じに倒しきれる。えい、いいんじゃない。待つよ。5。こう、こっち、あ、いや、ちょっと待って。こっちだ。うん。で、ビーストバースト多めに入れよう。うん。ちょっとビーストバースト多めに入れちゃいましょう。戦っていければいいかな。多分ボスもそれだったら余裕なんじゃない。オッケーオッケー、雪玉がいい感じ。オッケーオッケー、遠距離ダメージも増えてて、で、いい感じじゃないですか。オッケー、まあ、振ります。1は何でしょうか。あ、うん、オッケー、武器変わった。まあ、まあまあそれなりっていう感じかな。オッケー、行きましょう。ボスはこれ結構それなりに楽になるかも。ちょ、あー、もったいねえな。あとで回収するか。あー、もうまずこっち倒します。まずこっちからね、うん、倒していこう。なんか後ろに敵がいたりするとちょっと焦っちゃうな。よし、オッケー。あそこはまあまあまあ無視していきますか。これである程度ダメージ与えれるはず。もう落ちるともうめちゃくちゃ時間かかるから慎重に行きましょう。しゃあ、いけたな。オッケー、とりあえず楽勝です。ここからね、25、6回ぐらいまでは全然余裕なんで、あと1体しかいないから振っときます。1。おお、あ、いやでも影突いらないんだよな。まあ瞬足と帯電を入れてちょっと快適にしましょうか。でこれね、ゴーレムだと思う。うん、この感じならゴーレムが間違いない。上の装備は変わっちゃうとそれで終わりだけど、下はね何を変えるかちょっと自分で決めれるんで、これが間違いないでしょう。いきます。待て、いや意外と強えな。ちょっと落ちろ。ナイス。いやいや重力でちょっと相性悪かったけど、よし。エンダーセントは余裕です。もう弓で戦っていこう。
よし。よしよしよし。お、痛い。あぶね。もう。振り下ろしの火力よこいつの。あははい。やられるかと若干思った。2。パワーシェイカーないよ。いや、パワーシェイカーありゃ強いだろうけどさ。まあまあこんなもんだろうね。あとは弓に入れていった方がまだマシ。オッケー。ああ、ここでゴーレムやられるのはちょっと嫌だな。行ってくれゴーレム。あ、雷入ってると、まあまあそれなりに戦えますか。雷入ってるとまあまあまあそれなりだわ。相性いいね、やっぱ。OK。雷を3まで入れてるんで、それなりにダメージは入ってます。OK。悪くない。まあ、火力ほんと低いけど。OK。いける。全然いけます。6。待って。5番。ほう、ここでガントレットっすか。きついね。まあ、回復入れないとこれ無理だよね。まあ、行ってみましょう。敵多いよ。いや、きつい。ガントレットむちゃくちゃきついぞ。よし、 OK。 まとにかく召喚のゴーレムがものすげえ強いんで、なんとかなるなるなる、いけるよ。いや、これ逆にこれ重力入れん方が良かったか。よっしゃ、 OK。あ、回転いい、回転めっちゃいい。いや、マジで。きついぞ。あ、いや、もういける。はい。まあまあまあ、面白い戦いにはなってきたよ。1。まあまあね、強くはなったかな。タンブルビーの、まあサプライズギフトだろうね。オッケー、いくぞ。立ち出していこう。なんか召喚ビルドだねこれ、今回の。結構いい感じの召喚ビルド。やばいやばいやばい。いや、でもさっき取った防具なんで全然耐久力ある。 OK。 いいよ。お、全然いけてるよ。終わり。余裕余裕。まあまあ問題は一番最後だ。2。なんだ。まあまあね、スペランカーよりはマシだったか。いや、武器変えて、武器を変えてください。
これかな。いやー、よろしくなくなったな。よろしくない。うん、いや弱い。いやこれはもうちょっと倒すのに集中したがいいわ。ちょっと嫌なやつら、ちょっとめちゃくちゃダメージがあるって。 OK、 いいね。 OK、 もうね落ちて、こっからちょっと倒しましょう。鬱陶しいあいつら。いけた？ OK、 では探っていきましょう。行くぞ。なんとかこのガントレットからは抜け出したい。さすがにきついんで、うん、せめてあのユニークでね何かに変わっててくれればいいんだけども、さすがにノーマルきついよ。 5! おし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 、うん、いいんじゃない、いいと思うよ。吸血だな、もう入れとけ。あーで、ここはまあまあそうね、終盤弓出なかったらきついから、これだ。あパワー上げてからしてよかった。まあいいや、いいいいいいさ。何がついた？おお、もういいねいいねいいね、めちゃくちゃいいめちゃくちゃいい。ちエンチャント入れてあげりゃよかったわ、大失敗。まあまあいい、オーケーオーケー。貴族性ついてるなら、あ、問題ないっす。強い強い強い、うん、すげえ火力ある、こりゃいい。おう、めちゃくちゃ強い。おうおうおう、結構 OK。 クロスボウ微妙かなと思いきや、いや全然強い。特にこの貴族性が入ったことによってすごく強くなった。で590本あるんで、もう取らなくていいね。はい、完璧。次からきついよ。6 1、まあまあまあ戦いやすい武器ではあるさ。何がついた？あー、おー、衝撃波いいね。クリティカルと、うん、輝きも一応入れとけ。怖い。若干でも回復すると、いや全然違うからね。 OKOKOK、 危ない危ない。いやーうん、いや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 、この弓を上げたの本当大正解。待て待て待て、え、ちょっとなんかぼーっとしてたら急な超ダメージ、なんかめちゃくちゃだな。まあまあ全然なんとかなりますけども、はい、余裕余裕じゃん。はい、
4。いやー、シュルカーマーやばいぞ。シュルカーマーやばいっすよ。まあ、雪玉があるから若干はマシ。ちょっと待って、これ、うわ、ゴーレムの HP やばい。いや、やべえ。クールダウン入ってないから復帰が遅い。で、こっから敵の火力が高いのよ。倒しきれてない。よし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 、ナイス、オッケー。ゴーレムいって、いや本当ゴーレムいいわ。取れてよかった。いなかったら絶対きつかったよ。でもこの優秀なタンクがいるっていうのは本当に心強い。この敵本当火力高いからね。28、29は2。まあね、まあね、きついけどさ、何入れるか。いや、きついぞ。まあ、虚無は入れとくか。弱体か？こんなもんじゃないっすか？ OK、いくぞ。よしよしよし。あー、ちょっと待って、ここで出さん方がよかったな。出さない方が良かったな。ゴーレム落ちないでよ。よし、オッケー。ゴーレム来んなよ来んなよ、まだ来んなよ。バカ、危ねえ危ねえ危ねえ、怖っ。聞く聞く、シュルカーは状況が整わないと火力がないのよ。オッケーオッケー、この辺から撃っていけば全然いけたわ。おーい、これやばい。この遠距離の敵がやばすぎる。くれ、オッケーオッケー、いけた。よしで、あと向こうを倒しておしまい。あ、いけるわ、いけるいける。ゴーレムも復活したんでもう余裕ですね。こっからある程度減らしてあげたい。いや、減らせないか。そこまでの火力はない。よし、 OK、 よし、いけた。ではラスト5。最後は5。お、いいんじゃない。もう全部召喚にしちゃえ。全部召喚でいけ。別に入れなくていいな。 OK、 もう完全な召喚ビルドです。いきます。ドフを入れてガツガツと攻撃していきましょう。で、これ敵に囲まれたとしても、これシュルカーアーマーの能力で
広い。ダメージはだいぶ軽減されるはずだもんね、囲まれた時は。オッケーオッケーオッケー。ラマが思いのほか耐えてくれてる。やばいやばいやばい、食らうなよ、絶対食らっちゃダメ。オッケー、回復しないな。意外と再使用時間長い。オッケー、もう倒そう、もう倒しましょう。あぶねあぶねあぶね。よし終わりー。まあちょっと時間かかってあれでしたけども、クリアです。怒り久しぶり見たね。まあ、他から見ていきましょう。お、重力さん、クリさん、あ、これ3が出る可能性がものすごい高い。リフレッシュ来るんじゃない？ほら、リフレッシュさん、最強の怒りを作ることができます。まあ、すでにもう持ってはいるんですけどね、持ってはいるんだけども、あ、2つ目だわ。うん、怒りはなんかね、種類を作ると面白いので、まあ、ちょっと違う種類のやつを作っちゃいましょう。はい、ということでまたやっていきます。チェックよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。